はい、ガレージ友吉です。ちょっとね、また携帯のカメラの方が、おかしくなりまして、止まりました。ごめんなさい。で、止まってるのがわからなくて、黙々とちょっとエアブラシで拭いたんですけど、こんな感じです。1回目こんな感じです。でこれを、もう一度拭きたいと思います。なんかね、まあ下のね、グレーの砂粉が出てきたかなっていう感じです。もう一回拭きます。じゃあ、もう一回敷きます。ダメですかね、これ出てきてるのは。なんか下地っていうか、まあグレーのね、砂風が出てきているのか、断面が出てきてるんか、ちょっとわからないですけど、ね、これ2回目塗ります。こんな感じになりました。はい、なんとかこれ、2回目です。はい、で裏もね、ちょっとしていきます。
ょっとね、ここら、薄かったんで、ドアのところはね、ちょっと薄かったんで、もうちょっとだけ塗ります。はい、2回塗って、この助手席側はもう一回ちょっと薄かったんで、このドアの部分はねちょっと薄かったんで、もう一度ここだけは塗りました。はい、で裏もね、塗りまして、ガンメタなんですけど、まあでもね、この色って言うたら色ですね。はい、僕が思ってるガンメタやったらちょっと濃いガンメタかなって思ったんですけど、シルバーに近いようなガンメタですね。はい、まあなんとか、ごめんなさい、エアコンというか、あのコンプレッサー切るの忘れてました、すいません。ね、こんな感じでどうですか。こんな感じになってます。やっぱ水性じゃないから、なんかすぐ乾きますね。はい、こんな感じでどうですか。まあなんとかね、エアブラシがこれ終わるまで壊れなくて持ってくれましたんで、はい、僕的には上出来かなって思います。でシャーシもこんなで、はい、いいかなと思います。まあまたね、細かい部品とかはあれします、筆塗りとかします。内装とかもね、このダッシュボードとかも筆でちょっと塗ってみます。このねボディとシャーシは、エアブラシで拭きました。はい、まあなんとか僕なりには無事で終わってよかったです。まあそれでは今日はこの辺りで終わらせてもらいますね。まあ僕なりにはいけてるかなって、皆さんのね、その見るとことかが違うと思いますけど、まあまたね、エアブラシもちょっとずつね慣れていって、うまいことできるようにしますんで、
お楽しみください。練習練習でやってみます。はい、それではガレージ友吉でした。お疲れ様でした。疲れました。はい、それではまた明日お願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。